本日はエンタープライズデイ、インフラストラクチャートラックにご来場いただきましてありがとうございます。それではただいまからはクラウド導入プロセス、クラウドファーストへ向けてと題しまして、テンプホールディングス株式会社グループ IT 本部本部長滝沢信明様にご講演をいただきます。では滝沢様お願いいたします。どうぞ大きな拍手でお迎えください。皆様、本日はお忙しい中当セッションにご参加いただきましてありがとうございます。テンプホールディングスの滝沢と申します。本日はよろしくお願いいたします。当セッションを始める前にですね、簡単にこのセッションの、思いみたいなのをちょっとお話しさせていただければなと思います。このプロジェクトといいますか、この取り組みはですね、約1年間にわたって私どもが、クラウドをこう推進していくといったところを決めてですね、活動してきた内容を、この AWS のサミットに、出てくれという話をいただいてから、私の方でちょっと整理した内容をですね、この場で共有させていただければなというふうに考えております。今日ここにお集まりいただいている皆様は、これからクラウドを本格的に活用していこうというふうに悩んでいるか、もう決めているかといった段階にいらっしゃる皆様が多いかなと思いますので、皆様の、クラウド推進の一助にでもなればなというふうに考えております。では早速始めていきたいと思います。本日はアジェンダとして、5つ用意しております。この5つのアジェンダに沿って、順に説明させていただきます。まず、私どもの事業背景について簡単にご説明させていただきます。テンプホールディングスというホールディングス会社なんですけれども、人材サービスを中心に、ビジネスを展開しておりまして、年商が4000億、社員としては2万人、グループ会社の数としては、国内外入れてですね、87社、今ちょっと減りましたけども、80数社で展開しております。事業内容なんですけれども、グループ の一体経営を今推進しておりまして、4つのビジネスドメインに分けて、事業を展開しております。人材派遣、ビジネスプロセスアウトソーシング、あと人材紹介、あと求人情報、あと IT 系 そのシステム開発ですとか、システム企画で、最後に自動車等の、各種開発分野における人材 その提供ですとか、アウトソーシングといったところをビジネスを展開しています。主要な会社はこのような、この会社で構成されています。で、業績のハイライトなんですけれども、非常に国内の景気にも、支えられないがですね、非常に堅調に推移しておりまして、売上でいうと今期、16年3月期で、5000億をちょっと上回ったと。で、利益に関しましても280億を上回ってきているというような状態で、非常に堅調に推移しているというような状況になります。ここまでが事業概要になります。で、ここから徐々に本題に入ってまいります。まずクラウドファーストという宣言をですね、グループの経営会議の方で実施したんですけれども、そこに向けての経緯みたいなのをちょっと簡単にご説明させていただければなと思います。私どもは2013年の3月にインテリジェンスという会社をですね、 M&A しまして、そこから段階的にグループ一体経営というのを、拍車かけてやっていこうという段階になっています。2014年の7月から、IT の部分でいうとインフラの統合をしていくというプロジェクトを実施しまして、2016年の3月に向けてですね、この前、一旦ですね、 IT インフラの基本的な部分、ネットワークですとかデータセンターといったところの統合が完了しております。このプロジェクトを実施する中でですね、当然ながらクラウド活用するべきじゃないかという話が持ち上がってきまして、CIOの方からで、クラウド活用の検討を、合わせてきました。やってきたんですけれども、最初の1回目は実際頓挫しておりまして、半年ぐらいで、非常にクラウドに持っていくとコストが、1.5 倍から2倍ぐらいになるというような試算をですね、プロジェクトチームの方が出してきまして、一旦ちょっと頓挫と断念しました。
そこでですね、タイミングいいことに、数ヶ月後に、去年のこの場なんですけれども、AWS サミットが6月の2日から3日に開催されまして、私の方が、私とあとインフラのメンバーも、何人かですね、このサミットに参加させていただきました。この場で、いろんな事例ですとか、AWS の方の、セッションを聞く中でですね、本当に AWS が大好きな顧客が AWS 自慢をこう一つ一つしていくというようなこう光景をこう見せつけられてですね、一旦クラウド断念したんですけれども、やはりもう一回クラウドをなくしてこの先 IT インフラ、どういう発展できるんだろうかというのをちょっと考えた結果、もう一度、クラウドファーストと、クラウドファーストというふうに当時は考えてなかったんですけども、クラウドをちゃんと活用していかないと、ビジネスにこう貢献できる状態にならないんじゃないかなといったところをちょっと考えてですね、一年復帰するわけです。で、再選という形で、その1ヶ月後にですね、私が会社帰って翌日からですね、プロジェクトの企画書を、自分で自ら作り上げてですね、アップドラフトっていう、これ上昇気流という意味なんですけども、アップドラフトプロジェクトっていうのを、改めて立ち上げさせていただきました。結果ですね、2016年の2月の25日、大体8ヶ月ぐらいかかったんですけれども、経営会議、テンプホールディングスの経営会議においてクラウドファーストということを宣言しまして、基本的には、まずクラウドを利用するという形の方針を、グループ全体で合意できたというような形になります。で、本日のこのメイントピックはアップドラフトプロジェクト、この8ヶ月ぐらいの間ですね、私たちがどういうことを実施してきたかといったことをですね、もう少しブレイクダウンしてご説明させていただければというふうに考えております。はい、でここから本題になります。まずアップドラフトプロジェクトというこのプロジェクトなんですけれども、基本的にはひねりのない流れでやってまいりました。方針、そして設計、環境整備と、この3つのですね、ステップをこう一個一個踏んで、やってまいりました。でここが、今日のフォーカスポイントで、移行計画についてまだ今実際実行している段階ですので、この3つについて今日簡単に、ご説明させていただければなというふうに考えております。まず最初方針からです。方針というのは何をするかというところなんですけども、簡単に言うとですね、どのクラウドを使うかというのを決定するところを方針と定めています。まず最初にやったのがですね、目的定義。そもそもクラウドと騒いでますけど、何のためにクラウドを使うのかといったところを自分たちの課題から改めて考え直すといった、あるべきからこう始め直しました。でそれをやる中で、一旦その、クラウドを絞り込んでですね、絞り込んだ上で今度リスク分析、クラウドはなんとなくリスキーだなというイメージが皆さんあるかなと思いますけども、そこでリスク分析をしっかりやってですね、本当にこのクラウドっていうのはリスクがどのくらいあるのかといったところを、明確にするといったことをやってまいりました。で最後に、クラウドの選定をすると、公開資産を通してですね、最終的にこのクラウドでいくといったところを決定していく、ここでなるべく一社に絞り込まないとこの後の、設計環境整備っていうところが入っていけないので、ここで、一社に絞り込むといったところをやってまいりました。まず方針のところの一番最初の目的定義になります。基本的にはですね、現状の課題とは何か、インフラに、特にインフラにおける現状の課題とは何かといったところを一つ一つこうピックアップしてですね、整理していきます。で結局ですね、当たり前のことなのかもしれませんけれども、クラウドに対しての要求ポイントというのをいくつか整理します。で1回目初戦敗退した時はですね、やっぱりコストのみにフォーカスして、スピードですとかセキュリティ、あと新しいテクノロジーの利用みたいなところはあまりこう考えずに、コストがやっぱり2倍ぐらいアップするにはこれじゃできないよねという簡単なその、軸で、検討してまいったんですけども、こういうよりフォーカス的な視点でですね、クラウドを選定していくといったところが重要なポイントなんじゃないかなというふうに考えております。そしてもう一つ、お引越しするわけなので、マイグレーションが実現できる、環境なのかどうかといったところも、ポイントに加えました。結局この5つの、評価軸を設定してですね、この5つの評価軸をもとに、どのクラウドを選定するべきなのか、自分たちの事業規模ですとか持っている IT アセット、
そういったものをこう 見たときにどこの軸を重要視するかということを考えてですね、クラウドを選定していくといったところが重要なポイントなんじゃないかなというふうに考えております。でこの先いくつかのスライドにおいてコストとスピードについて、まあ、もうすでに皆さんご存知の内容かもしれませんけれども、簡単にご説明させていただきたいと思います。まずコスト最適化を実現しないといけないと、言ったところなんですけれども、まあ、これ AWS とオンプレのハードウェア導入の比較になってます。基本的にはですね、AWS をエンタープライズレベルで利用するというところに関して言うと、まあ、新しい堅牢なデータセンターをもう一個整備するという視点で考えた方がコスト的な妥当性っていうのは結構あるんじゃないかなというふうに考えてます。一個のシステムをこう持っていくっていうところだけを考えるとですね、やっぱり AWS 勝てないと思います。オンプレは、まあ、オンプレ上のですね、仮想化サーバーに1インスタンス立てる2インスタンス立てるというのはこれ非常に安価でできますので、ただそこにまつわるさまざまなそのコスト、まあ、人のコストですとか導入のコストですとか契約のその手間ですとか、そういったものと比較したときにクラウド、エンタープライズで利用するクラウドっていうもののコスト比較をどことするかといったのは非常に重要なポイントではないかなというふうに考えています。そしてもう一個はですね、コストの中で、まあ、ここに入ってないんですけれども、運用体制費用、これインフラ、主にインフラの話をしてますけれども、インフラの運用体制費用が入ってません。でインフラの運用体制費用は私どもの会社で非常に大きな、レシオを占めてまして、ここを大幅に削減することができるとするならば、想定している以上のコストカットが、まあ、実現できるじゃないかなというふうに考えています。ですのでコスト比較に関しましては、こういったより包括的な視点でクラウドとオンプレミスをつる比較するといったことを実施していく必要があるかなというふうに思います。そしてもう一点がですね、これ私AWS 回し物では何もないんですけれども、まあ、AWS の素晴らしいなという思うところがですね、今までの IT 業界ですと一度契約するとその契約金額がずっと、継続されるのが、主で、まあ、むしろこうちょっとずつ上がっていくモデルっていうのはなぜか IT の、業界だなと思います。なんですけども AWS は、まあ、契約した顧客の金額もですね、どん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 下げていってくれます。まあ、この一番下に書いてる英文は Amazon の方の、まあ、ミッションなんですけども、まあ、カスタマーに向いてるこのスタンスがですね、やっぱり非常に良くて、まあ、今の体制が続く以上は、裏切らない会社なんじゃないかなというふうに思います。ですので、まあ、既存契約も含めて相当コストカットは、実現してもらえますから、現状の金額で比較するんではなくて、少なくとも例えば2割3割より安価な金額でコストを試算してもいいんではないかなというふうに思います。もう一点がリソースの無駄です。オンプレですとなかなかここまで見れないんですけれども、適切な仕組みがないと、クラウドでですね、実施すると非常にこう無駄が見えやすくですね、かつ、まあ、リソースのこの変更が簡単にできますので、そういった面でもコストカットがかなり簡単にできるというのを現時点で実感しています。まあ、こういった面を踏まえるとコストも大幅にさらに減らせられるんじゃないかなというふうに思います。もう一点がスピードです。まあ、オンプレとまあクラウドを比べたときに、クラウドのどこと比べるのかといったところが重要なポイントでして、私は含めてやっぱパースといいますか、マネージドサービスと、呼ばれている領域についてはやはり全然スピード感が違います。まあ、データベースサーバー立てるのにですね、イヤース使うと結局サーバーはまあ数時間で立つんですけれども、そこから SIA 呼んでですね、まあ、見積もりして、なんだかんだってやつ、まあ、半月だとか、まあ、それでかか最低でもかかってしまうので、どんだけイヤースではなくてパースを利用して、まあ、クラウドネイティブなサービスを持って、システムを構築していくかと、つまりクラウドネイティブなサービスがどれだけ充実しているかっていうところも、クラウド選定において非常に重要なポイントかなというふうに考えています。まあ、これ以外のポイントでセキュリティですとか新しいテクノロジー、まあ、マイグレーションっていうのはありますけれども、まあ、基本的にはですね、こういった包括的な視点を持って、一個一個ご自身のですね、今の IT 環境ですとか会社のルールと照らし合わせてみて、どのクラウドが適切なのかといったところを、判定していくというのが重要なポイントかなというふうに思います。で、方針の最後、候補選出になります。
まあ簡単に言いますと、新しい新テクノロジーを重要な軸に定めた場合に、世の中で利用できるクラウドっていうのは実はそんなに選択肢ないかなというふうに感じています。まあ、AWS もそうだと思いますけども、他の、あと1個2個あるかなないかなと。これだけラインナップが豊富で新しいテクノロジーが、まあ潤沢に使える環境っていうのを提供しているのは、やっぱり AWS は最有力の候補になるかなと思います。で、私どもはやはり新しいテクノロジーを積極的に活用していきたいと思いますので、まあ、重要なこの4番目の軸というのは重要視した状態です。で、ここでなるべく可能な限り1社に絞り込んだ上で、この後の設計のところに入っていきたいと。で、もう一個リスク分析ですね、すいません、リスク分析については3つの分野に分けて実施してまいりました。コンプライアンス、契約、あと IT セキュリティリスクで、リスクがゼロになるということはまあありえませんので、その、まあ、交渉とかいろいろした結果ですね、そのリスクが企業として、コントローラブルなのかどうかとかいったところが重要なポイントだと思ってます。なので、ゼロにしようとするとですね、無理になるので、このリスクであれば許容できるといったところを、まあ、社内のコンプライアンス部門ですとかそういったところと協業しながらコミットメントを一緒に得ていくといった活動をしっかりするというのが大事なポイントかなというふうに思います。すみません、次に設計に入ります。まあ、どこかの会社の、まあ、私は AWS を選びましたけども、 AWS で、今度設計をしないといけないですと。エンタープライズレベルでクラウドを利用するというところを設計していく必要があります。で、設計は2つに分けてます。設計を何を設計するのかというところと、実際そのドキュメンテーション、そしてそれを組織の中にちゃんとこう陳腐化しないようにする仕組み、展開改善の仕組みというのを整備する必要があるかなと思います。まず何を設計すればいいのかというところなんですけども、まあ、私は4つに分類しています。まあ、全体ポリシーというのはこれも包括的な話なので、まあ、クラウドとは何ぞやみたいなところから始まってですね、まあ、クラウド関係者が全員読むような資料です。それ以外に利用設計、これは特にアプリケーションとかプロジェクト開発チームがですね、 AWS を使いたいなと思った時にどういう手順で何をしたら使えるのかといったところの設計を行っていくもの、もう一つは構築です。これは AWS 開発チームというのは私もあるんですけども、そこのチームが、まあ、この設計、まあ、構築ドキュメントを見てですね、まあ、それに沿ってなるべく構築していくというこのポリシーです。最後は運用です。これはまあ、当然リリースするとあまた運用が発生するんですけれども、そこの運用ルール等をこう設計しておくと、この3点が重要なポイントかなと思います。まあ、この3点の設計ポリシーをもとにですね、まあ、全般的な手順ですとか管理台帳っていうのを順次揃えていったというのが私たちの取り組みになります。で、一つ構築設計については特に AWS の深い知識が必要だなと、非常に深く感じました。今回私どもはですね、AWS のプロフェッショナルサービスというコンサルティングサービスと契約を結びまして、まあ、もう1年間ぐらい契約してるんですけども、そのコンサルタントにオンサイトで来ていただいてやってます。タイム&マテリアル契約で単価は非常に高いですけれども、非常に生産性高くてですね、本当に有用なサービスですので、もしなんか AWS 不安だなと、エンタープライズレベルで設計するの不安だなといったところの懸念点があれば、ぜひ AWS のプロフェッショナルサービスをご検討いただいてもいいんではないかなというふうに考えております。で、次はですね、展開と改善、このポリシーを作っただけではなかなか守れませんので、これをどういうふうに、私ども展開しているかといったところをちょっと、説明させていただきたいと思います。ですね、まあ、ノウハウ、まあ、フレームワーク情報っていうのを上に書いてまして、下に、プロジェクト運用トランザクション業務って書いてますけども、基本的には、私どもの社員もですね、まあ、メインはトランザクション業務、プロジェクトを一生懸命やったり運用を回したりっていうところに時間をかけてます。なんですけど、それをベースとし、それはですね、何をベースとしているかというと、上のフレームワーク情報をもとに基本的には業務実行しているべきであると思ってます。なんですけれども、下で事業、実際業務をいろいろしていく中でいろんなノウハウがみんなの中にこう溜まっていってるはずなんですけれども、それをこう上にフレームワークの方にこうフィードバックするループがやっぱなかなか起きづらいっていうのが、いろんな業務やってて常日頃課題だなと思ってます。これをですね、やっぱナレッジ化すると、まあ、形式地化するっていう言葉を使ってますけれども、私どもは
しっかりこの暗黙知のものを形式知にこう戻してですね、フレームワークにこうしていくといったところを、まあ、一生懸命やってます。で当然ですね、まあ、各現場プロジェクトいろいろ入っていくとですね、まあ、勝手に当たるとこう新しいタイプのドキュメントを作っていくんですけれども、それってある意味知恵なので、それをちゃんとですね、またフレームワークに落としていくといったところをこのドキュメント体験の一覧をもう明確に定義してまして、ここにないものは作らせないっていうスタンスで、必ずフレームワーク情報にフィードバックするというルールを、私どもでやっています。でそれをちゃんと共有してですね、AWS の関係チームの中でどういうアセットが社内にあるのかっていうのをですね、明確にしていくといったところをやってます。これがさっき言った4つの設計ドキュメントとかもこの1つのドキュメント体系の中に入ってるんですけれども、このフィードバックループをしっかり回すことによってノウハウを蓄積していくといったところをやりきるのが重要なポイントかなというふうに考えています。まあ、ノウハウ集約の掟として、まあ、勝手なドキュメント作らないですとか、ちゃんとフィードバックしてくれだとか、あと情報共有しっかりしましょうといったところをですね、まあ、チームの中で共有しながらですね、やってます。で、これによってもこう知恵が垂れ流されていく状態をですね、なるべくこう排除して、一個一個のプロジェクトで得たノウハウをですね、フレームワークにこうしっかりフィードバックして、より良いもの、まあ、センターオブエクセレンスとかっていう言葉をよく AWS の方使いますけれども、そういった形でノウハウをこうチームの中で集約していくことにやっぱ意味があるんじゃないかなというふうに思っています。最後、まあ、プロジェクトの最後の環境整備になります。始めてみて分かったところ結構あるんですけども、プレーンで使うとですね、結構プロジェクト側にいろいろなことをやってもらわないといけないところがあります。ですので共通サービスというのをですね、まあ定義して、まあ、一定プロジェクトチーム側で作りました。それとですね、あと運用関連のさまざまな自動化のツールですとかそういったものがあるのでそれも作りました。あとまあもう一個は体制です。まあ、いくつものインスタンスが立っていくとですね、当然保守運用が必要になってきますので、それを各プロジェクトチームでやるんではなくて標準化されたルールの中で実行していくといったところの運用体制整備っていうのをこの3つ実施しました。それと検証です。検証については、まあ、トライアルプロジェクトという名称で、実際6つ、何ですかね、数ヶ月の間で実施しました。これの意味はですね、まあ、設計構築をこうしていく中で、まあ、机上の空論でやってますので、いろいろやっぱり作っていくとですね、これがダメだあれがダメだといったところが、まあ、あまた出てきます。これをこうフィードバックループ、先ほどの話でと一緒なんですけども、こう改善していくといったところをこのトライアルプロジェクトの中で、まあ、一定徹底してやってきたと。まず共通サービスの整備です。まあ、ここに書いてある言葉はですね、皆さんもすでによく聞いている言葉ばかりかなと思いますけれども、まあ、こういったものをですね、しっかり整備してやっていかないとですね、各プロジェクト側がこう AWS で使おうってなった時に、あれどうするんだ、これどうするんだと、これがない、あれがないって話やっぱなりますので、AWS 上で一定のその機能整備っていうのは実施した方がいいかなと思います。で、私ども実はこれは最初全然考えてなくてですね、こんなの作んないでなんかどんどんシステムができていくかなと思ったんですけれども、実際やってみるとですね、結構必要だなっていうのが、まあ所感でして、まあ、ちゃんとここら辺を実施しておくことによってプロジェクト側がまあ使いやすいなですとか、まあ、分かんないとか不明瞭な点が少なくなって、よりスピーディーに安定してセキュリティ面も含めシステムを構築できる状態になるかなというふうに思います。もう一個がですね、運用関連の、機能整備です。例えば請求に関しましては、インスタンスにこうタグをつけてですね、各システムごとに、いくらかかったかをこう、まあ、分類分けできるんですけども、それをこうチャージしたりする仕組みを導入しています。ですので、まあ、そういったのをですね、ちゃんと、実行していくためには、やっぱり一定の自動化ですとか、タグが入ってないインスタンスをこうもうチェックするとか、まあ、そういった割と地味な機能も含めてですね、作っていかないといけないかなと思います。それと、インスタンスをでやはりまあ、上げとくと、まあ、先ほど言ったとおりかなり、無駄になりますので、これ自動で作るだけでやっぱ落とすといったところをちゃんとやっていったりとか、まあ、そういったことを一個一個こう運用系の自動ツールをこう積み重ねていくことによってですね、コストがこうリニアに上がっていかない状態をやっぱ作っていくっていうのが大事かなと思います。でここもですね、運用自動化に関しては結構ノウハウがやっぱ必要だなと思います。
AWS 上でシステムを作ったことがありますっていうパートナーさんではやっぱダメで、そこでいろんなこの運用改善のノウハウを持っているパートナーさんをやっぱ選定してですね、そこと一緒にやっていくといったところが重要かなと思います。で、プロフェッショナルサービス、ここでも PS なんですけども、 AWS のプロフェッショナルサービス、ここでも活躍いただいてまして、今週1日、来ていただいて、僕らもコーディングしてるんですけれども、週1日その、千葉さんという方なんですが来ていただいて、ノウハウをこう私たちのように伝授しながら、自分たちでこう実行できるケーパビリティを、こう得ていくといった流れを今作ろうとしています。で、体制につきましては、肝はやはりこのアップドラフト開発チームというのが、私たちの肝になります。で、 AWS の COE 的存在と書いてますけれども、センターオブエクセレンスを目指してやってます。今プロジェクトがですね、同時並行的に5個も6個もこう動いてます。それを結局この上のシステム開発チームに結局任せてしまいますと、例えば EC2 上にデータベースを普通に作ったりですとか、クラウドネイティブに、程遠いような設計、もしくは、マルチエデットを全く無視した、設計にしてですね、結局運用の手間がかかるような状態になりますので、やっぱこの一番下のチームが、ヒアリングの段階からちゃんと入っていって、要件を聞き、 AWS に最適な状態でシステムを構築するといったところをサポートできる体制をなんとか整えようというふうに考えています。とはいえ、スキルがまだこれ私ども始めた1年も経ってませんので、スキルがなかなか追いついていません。で、そこで AWS 側の研修とかもですね、一定の費用を払いながらですね、インフラメンバー全員に出てもらったりですとか、あと技術サポートとして、プロジェクトがこう上がってくると、そのレビューをしないといけないんですけれども、そのレビューをですね、そのプロフェッショナルサービスの方に、来ていただいて、一緒にこのプロジェクト、このシステムをどういうふうに作るか、どういうふうに、ネイティブ化していくかみたいなことをこう聞きながらですね、最適な状態にすると。で、それをまた自分たちのノウハウに落としていくといったところをやらないといけないので、結局外部の、パートナーさん、もしくは教育っていうのをこれからどんどんやっていってですね、自分たちで、最適なクラウド設計ができる状態っていうのを作れる状態にしていきたいなというふうに考えております。で、環境整備の最後になります。トライアルを、実際3ヶ月ほどやってまいりました。すみません、対象システム7システムでした。7システム、参りました。急にですね、AWS でちょっとトライアルんでって言ったら、わーっと来ましてですね、現場は結構嫌がってたんですけれども、7システム実施した結果ですね、いろんなことがこう分かりました。一つは各種ポリシーを机上の上で定めていたんですけども、やっぱこれだと回らないよねとか、これだとちょっとセキュリティ上問題だとか運用上問題だといったところが見えてきたりですとか、あと体制ですね、やっぱ運用って言っているんじゃないかとか、開発チームと運用チームもともと定義を分けてたんですけども、それをもう少し開発側に寄せないとうまく回らないんじゃないかとか、そういったところの、体制役割の見直し、あと先ほど言った運用上の必須機能っていうのは結構いくつかありまして、これをやっぱ作り上げないとですね、結局人手で全部やっていくってなると、お金も人もやっぱ増えてきますので、そういったものをやっぱ作り上げる、抜け漏れをチェックするという面でも、やっぱトライアルプロジェクト、クラウドでこそできるやっぱこのトライアル感っていうのをちゃんと生かしてですね、これらのことを最適な状態に持っていくというためにも、こういった活動を実施されてはどうかなというふうに考えております。プロジェクトのアクションサマリー、13個のタスクが並んでおりますが、全部やる必要があるのかといったところもちょっとあるかなと思います。ですが、当初最初にやっぱり何のためにクラウドやるのかっていうのが重要なポイントだと思ってまして、これを実現するためのクラウド環境をどう整備するのかっていうのをちゃんと考え抜いた上でこういったことをやっていかないと、クラウドは使ってるんだけど元々の目的を実現していないといった状況にやっぱなりかねないと思いますので、クラウド環境の元々の目的を見定めたクラウド環境整備といったところを着実に実行していくのが必要なポイントかなというふうに考えております。ここまでがアップドラフトプロジェクトのサマリーとなります。あと10分程度なんで、展開実績と、あと最後に考察と展望をお伝えできればなと思います。
まず展開実績としまして、クラウド AWS を使い始めて今6ヶ月ぐらいが経ちました。5月これあの一昨日かな、メンバーの子に、インスタンスを出してって言ってお願いして出していただいたんですけども、12月から始めてですね、今200インスタンス以上のインスタンスが立ち上がっておりまして、システムとしては11システム、稼働しております。中には検証環境だけのものもありますけれども、かなり急激にクラウド上にシステムを構築するといったこの流れが作れてきているかなというふうに思っています。それと17タイプのサービスを使ってまして、EC2 ですとか ELB なんていうのは当たり前の話なのかもしれませんけれども、それ以外に SQS、ダイナモ、エラスティックキャッシュ、そういったですねクラウドネイティブなサービスも相当使えてきてまして、そこがですね、もっともっと最適な状態で使いこなせる状態を、やっていかないといけないかなというふうに考えています。で現在も、かなり、まだ 5,6 システムかな、5,6 プロジェクトかな、同時並行的に今要求が来てますので、今年度中に、400とか500ぐらいの数字になるのは、間違いないかなというふうに考えております。それとメンテナンスについて、お話しさせていただければなと思うんですけども、最初ですねプロフェッショナルサービスの方に、来ていただいて設計をやった時にはですね、結構メンテナンス入りますよ、あんまりそんなに過信しないでくださいというか、結構動いてるんですけど、たまに入りますよみたいな、話もいただいてたんですけれども、実際蓋を開けてみると、ダイレクトコネクトでいくつか、メンテナンスが入ったりとか、老朽化した EC2 を、停止するんで別のところに、移動してくださいといったような依頼が、ポツポツくるぐらいでして、メンテナンスは思った以上に少ないですし、ちゃんと設計していれば、ビジネス の, そのサービス影響はほとんどない状態で、運用できてますので、それほど恐れるようなものじゃないかなというクラウドをですね思ってます。なので相当、安定性は高いというふうに、私たちのまだラッキーなだけかもしれませんけれども、実績としてはそういうふうに感じています。ただですね、やはり下手な設計をしていると何かあったら動かないといけなくなるので、急に来ますし、それをですねやっぱ回避するためにも、デザインフォーフェイリアってこのドコモさん の, クラウドパックかなんかに書いてある内容 と一緒なんですけども、やはり何かあった時に問題なく動き続けられる設計をしっかりしておくっていうのが、結局運用体制をリーンにできますし、サービス影響もこう少ない、ビジネス側にも大きな問題が出ないというような状態を作れるかなと思いますので、デザインフォーフェイリアをベースに設計構築していくといったところは重要なポイントじゃないかなというふうに考えております。で展開実績の気づくが、いくつかあります。まず運用タスクについては先ほども言いました通り、そもそもですねやれることがほとんどないなと思います。今までインフラの人がいろいろやってきたことがですね、もうほとんどできないです。ハードウェアを持たないというのはこんなにやれることが少なくなるのかと思うぐらいやっぱないので、やっぱりですねこの運用タスクっていうのは思った以上に低減できるんじゃないかなというのが所感です。それと AWS だからという理由でなんか困ったことは今のところはあまりありません。その ELB のちょっと特性ですとか、そういうのは確かにちょっとありますけれども、それも設計さえちゃんとしていれば起きない問題ですので、AWS の問題ではないかなというふうに感じています。それとインフラ整備のスピードです。これですね、やはりマネージドサービスをフル活用しないとスピードはほとんど出ないなというふうに感じます。これは私ども、マネージドサービスを今ガンガン使ってますけれども、ここは重要なポイント、スピード面では非常に重要なポイントかなというふうに考えます。あとコスト。当たり前なんですけども、先ほど見たこうぐーっとこうインスタンスが伸びていくとですね、同じようにこう金額がガーッと上がってきます。でこれどん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 これリニアに上がってきますので、ほっとくとですね、やっぱり非常にすごいコストが、このままいくとどこ行っちゃうんだろうっていうぐらい金額になっていくかなと思います。ですので、やはり AWS がこう提供しているさまざまな自動化の機能とかをうまく使って、コストを最適化していくっていう活動を、適切にやっていかないと、コスト面での そのデメリットっていうのを経営層に、いつの日か指摘されかねないかなというふうに思いますので、コストに関しましては、かなりこう厳しく、見てですね最適な状態を作っていくというのが、重要かなと思います。最後にメンバーの意識変革なんですけれども、
まあ、先ほども言いました通り、まあ、AWS、まあ、EC2 ってなんか聞いたことあるよねぐらいの、メンバーも中にはいましたが、まあ、初めてですね、まあ、1年弱ぐらい経つんですけれども、まあ、やはりこう AWS 上ではこうやって作るべきだとか、もっとこういうふうに、整備しちゃダメみたいなことが結構こだわりが強すぎるメンバーがいてですね、このシステム乗っけたくないとかですね、まあ、そういったことを言い始めるメンバーもいるんですけれども、まあ、でもこれって非常に重要なことだなと思ってまして、AWS 上でどんなシステムが適しているのかっていうのをやっぱり熱意を持ってプロジェクト側、まあ、事業側に説明していかないとですね、まあ、闇雲にまあ AWS 簡単に使えるんだから使わせろみたいな形でどんどん乗っけていくと、運用の手間がやっぱり半端なくかかっていくと思います。で結局最初はですね、まあ、止まってもいいからこの安くシングルでやってくれみたいなこと言うんですけれども、まあ、いざ止まったらどうなってるんだってやっぱ話になりますし、急に来ますので、やっぱそこはですね、しっかり見定めた上で、まあ、設計をしっかりやっていくっていうのは大事で、これを守るやっぱメンバーですから、このメンバーの意識が高まっていくといったところは非常に重要かなというふうに感じています。で最後にあと、4分です。最後にですね、考察をちょっと2つほどつけております。クラウドに移行するアプローチについてちょっと私なりに考えてみました。一つはですね、マイグレーション先行アプローチ、もう一つがですね、環境最適先行アプローチというふうにちょっと銘打ったんですけれども、まあ、上がですね、まず持ってっちゃえっていうアプローチですね。まあオンプレであったものをクラウド、まあ、AWS 上に持っていくところ、これたやすい、ある面たやすいと言いますか、まあ、普通に EC2 上にデータベース立てて、まあ、そこにいろんなアプリケーションサーバー乗っけてバーチサーバー置いてって、これ非常にたやすいんですけれども、やっぱ最適な設計になっていないと、この赤字で書いてある通り、リスクがやっぱ伴うかなと思います。でそれはですね、先ほど言ったようにマルチ AZ の環境にちゃんと知っておかないとですね、急なメンテナンスが入るとどうしてもサービス影響出ると思いますし、まあ、いろんなこのそういったことによって、なんかクラウドってダメじゃないかと、クラウドなんかよく止まるよねというようなレピュテーションがやっぱ出てくる可能性もあると思いますので、マイグレーションをあまり先行しすぎて、どんなんでもいいからとりあえず持っていくといったところは、ちょっと微妙かなというふうに私は考えています。で、環境先行アプローチというのは、やっぱマイグレーションする前に、AWS 上に一定適した形にして、持っていく、このレベルをどこまで許容するかっていうのを明確にしてですね、許容以下のものはやはりなるべく持っていかないという英断をちゃんとして、まあ、私どもクラウドファーストなんでオールインを目指してるわけでは今のところないんで、別にオンプレが全部悪だと言ってるわけじゃないですから、まあ、オンプレやっぱやった方がいいものはオンプレでやる、で、なるべくクラウドの方にガンガン持っていくと、でその時にはちゃんと最適化した状態でなるべく持っていくといったところを、やるっていうのが下です。どっちが正しいかっていうわけでも全くないと思いますので、まあ、システムの重要性ですとか、その会社の考え方によっては、まあ、上寄りの、思考で、まあ、移行していくっていうのもありだと思いますし、まあ、下寄りの思考で、移行していくっていうのもありかなというふうに考えております。最後、まあ、考察の丸2としまして、まあ、5つの考慮点、クラウドファーストっていうのを、まあ、2月に、グループの方で、オーソライズ取ったわけなんですけども、まあ、これを実現するにあたってちょっといくつか、考慮点があるなと思いますので、ここにまとめてみました。まあ、何度も今日お話しさせていただいてます通り、まあ、目的に合致するといったところをですね、ちゃんと選定軸を、まあ、各社で定めて、どの軸を重視して、クラウド移行していくのかといったところを、まあ、自分たちなりの本当の軸ですね、まあ、なんとなくクラウドがいいって言ってるからっていうんではなくて、やっぱ何を重視して何を実現するためにクラウドに持っていくのかといったところをちゃんと決めるというのが大事かなと思います。あとポリシーの整備と徹底ですね、まあ、先ほど言った話でございます。あとトライアルはぜひ、まあ、1,2 プロジェクトでもいいですから、ちゃんと実行していくといったところを、経て、まあ、全展開というのをやった方がいいかなと思います。あと適材適所パートナー、まあ、AWS のプロフェッショナルサービスはさまざまなフェーズにおいて有用、まあ、です書いてますけれども、本当におすすめだと思います。でタイム&マテリアル形式で、契約もできますし、本当に顧客志向高くてですね、現場でこう喧嘩始まるぐらいですね、議論も白熱しますし、本当にいいパートナーさんだなと思いますので、ご活用ですね、検討されたらどうかなと思います。で最後に社内のステークホルダーの巻き込みと書いてますが、
先ほどセキュリティの話を軽く触れましたけれども、弊社もコンプライアンス部門とか、情報管理室みたいなのがあるんですけども、やっぱそこと結構、クラウドを使うよって言った中で、長めにこう時間を取って、協議重ねてまいりました。でこういうふうに設計するからこういうところは大丈夫ですとか、そういったこう合意をですね、しっかり取った上で、進めていくっていうのが、クラウド活用によって重要なポイントかなというふうに思っています。こう5点挙げさせていただきましたが、こういったことをですね、一つ一つ実行してですね、クラウドにうまくこうシフトしていくといったところが実現できればなというふうに思っております。あと今後の展望としては3点、先ほども言いました通り、最新 最適なアーキテクチャをやっぱどんどん導入してですね、ビジネスに貢献するというところと、あとセンターオブエクセレンス、ノウハウをですね、どんどん貯めてですね、ネットフリックスさんみたいな状態には当然難しいと思いますけれども、ああいう会社って素晴らしいなと思いますんで、ああいう状態になってどうなったらなれるのかなというのをちょっと日頃考えてますが、やっぱセンターオブエクセレンスといったところをちゃんとチームの中に、組織の中に作り上げて AWS を使い倒すといったところを実現したいなと思います。最後に可視化の実現です。これなんか当たり前のこと言ってるようにちょっと感じるんですけども、なんでこれが必要かなってちょっと考えているのがですね、経営層に、クラウド使ってみたらどうなんだといったところをやっぱ定期的に報告していく必要があるかなと思ってます。それにはやっぱ定性的な報告ではなくて定量的な報告をしっかりするというのも大事ですし、あとこういった場で今日は私は定量的なお話をさせていただけなかったんですけども、やっぱこれもですね、私たちのこの可視化のレベルが低いからだなというふうに思ってますので、ちゃんと可視化レベルを高めて、こういった場で AWS がどんだけ素晴らしいんだと、どういうことができてどういうところに問題があるのかといったところをちょっともっと数値をベースに、皆様にお伝えできるようなレベルになっていきたいなというふうに考えております。はい、少しオーバーしてしまいましたが、今日は、ありがとうございました。皆様のクラウド、推進に向けての一助になればと思っております。ありがとうございます。テンプホールディングス竹澤様にご講演をいただきました。誠にありがとうございました。